の漫画。私はかなで、ソプラノ学園に通う女子高生。この学園はお金持ちが通う高校で、そんな高校に通うために毎日バイトして頑張ってる。え？なぜ頑張ってるのかって？必ず御曹司をゲットするのよ。任せて、お母さん。お母さんと一緒に玉の輿を目指しているから。かなでの貧乏生活は貧乏少女シリーズを見てほしいぷに。あれ、この鏡おかしい。絶世の美女が映ってるわ。だ、確か。アイドルって眩しいから鏡見るのも一苦労だわ。あの汚れた鏡で何が見えたのかな。この子は転校生のエリちゃん。自分は世界のアイドルだと信じてやまない子みたいで。みんなにそんなに見られちゃうとドギマギドキューンだよ。え、ギトギト何って？脂っこい食べ物か何か？ちー、この声援はソプラノ少年団様よ。かっこいい。やっぱりこの学園にはソプラノ少年団という御曹司イケメングループがいる。かなで、今日はまともな朝飯食えたのか？ちゃんと食べたよ。もやしを大量に。この子はアルト君。ソプラノ少年団のリーダー的存在で御曹司。意地悪で俺様で、まあたまにいいとこもある。たまにね。僕んちから毎日フレンチ届けてあげようか。結構です。この子はカジノ君。もちろんお金持ちのボンボン。お金大好きイケメンだ。そんなに貧しいなら俺が仕事を見つけてやろうか。貧しいけど大丈夫です。この子はカイリ君。クールイケメンでやっぱりお金持ち。たまに本音なのか冗談なのかわかんないんだよね。かなでちゃんは貧しくてかわいそうなのがいいんだよね。うるさい。この子は成田君。お金持ちで天然イケメン。レディーファーストで女の子に優しいのに私には優しくない。いつもいつもよく飽きないね。かなでをからかうのが日課だからな。いつもこんな感じでからかわれるの。やっと見つけたわ、このアイドルの私にふさわしい男。転校するのを機に努力をして一気に生まれ変わったこの私にふさわしいのはこんな男たちよね。ねえ君、このアイドルエリーが付き合ってあげてもいいわよ。はあ？そんなに照れなくてもいいのよ。上から目線な上に残念だ。なんだこいつ、転校生じゃなきゃめっためたに言い返すんだけどな。アイドルといえば、かなでちゃんこの前スカウトされたよね。マジかよ、そのスカウトマン目が悪いんじゃん。スカウト？何のこと？もしかして営業してきた新聞屋さんの話？うちは間に合ってますからって断ったよ。新聞？何？あ、まあ乗らなくて正解じゃね。かなでなんか目立つアイドルになれるわけねえもん。俺らにからかわれるぐらいの方がちょうどいいだろ。もういつもいつもからかうことしか考えてないの？何よあの女。この一級の男たちにからかわれてモテてるとでも勘違いしてんじゃないの？生意気な。ねえあなた、どこのアイドル事務所に声をかけられたわけ？え、どこかな。私はね、この美貌がゆえに世界的なアイドルをたくさん生み出してる事務所からスカウトを受けたわ。あんたみたいに髪もブッサブサで貧乏臭くてモテもしないやつがアイドルなんて笑わせないだよね。身の程を知った方がいいわよ。え、なんで怒ってるの？なんてごときが私の男たちに話しかけてんじゃないわよ。なんか盛大に勘違いしてんだろこいつ。それで新聞屋に勧誘された時に何してたんだよお前。どうせ貧乏ムーブ全開だっただろ。夕飯の買い出しをして帰るところだっただけだよ。かなでちゃんの手料理か、食べてみたいな。どうせもやしのコース料理でしょ。やめときないよ。もやしは合ってるけどコースってほどじゃ。なんなのよこの女、私の男たちに慣れ慣れしくして。しかもスカウトですって。たまたま通りかかって声をかけられただけのくせに調子に乗ってるんだわ。ちょっとあんた、私を無視するんじゃないわよ。あ、ごめん、無視したつもりはなくて。たった一回声をかけられたぐらいで調子に乗るんじゃないわよ。アイドルなんてあんたには無理よ。私はアイドルになろうとは。アイドルってそんなにいいものなのかな。美味しいもの食べられるとか。お前今変なこと考えてるだろ。まったく、あんたみたいな女と話すと貧乏が移りそうだわ。あ、
方ブサイクさもんね。ちょっとそこまで言わなくても。うるさい、私に盾つかないで。庶民、いや貧乏人の分際で。てかなんでこの学校にいるわけ？転校初日から気になってたのよね。あんたどう見ても貧乏でしょ。自分の立場が分かってないよね。恥ずかしいやつ。ひどいよ。なんかすげえやつが転校してきたな。奏をからかっていいのは俺ぐらいなんだけどな。まあ転校生だし様子を見るか。ただいま。その日の夜、私は家に帰ってエリちゃんに言われたことをお母さんに相談することに。おかえり。あら、どうしたの？ねえお母さん、実はカクカクしかじかソプソプラノラノで。あら、いいじゃないの。その子とアイドル勝負しなさい。お金持ちの推しアイドルになるの。地下アイドルってモテるらしいからね。地下アイドル？そうなったら玉の腰にもっと近づくわ。そっかな。そんなに悩まなくていいのよ、カナネ。だってあなたは十分アイドルになる素質を持ってるもの。それに私にとってはいつもアイドルだからね。玉の腰へアイドルよ。お母さん、ありがとう。なんだか少し元気が出てきた気がする。私がお母さんと気合を入れ直していた頃、少年団の4人もエリちゃんのことを話していた。やっぱ一粒20万円するフルーツの生絞りは最高だね。それより奏ちゃん、変な転校生に目をつけられてたね。あれは変というか、度を超えた勘違いだな。転校生だからあまりきつく言えないけど、場合によっちゃ言ってやんねえとな。ま、かなでちゃんにいろいろしそうだしね。面白くなりそう。アルトはかなでちゃんが気になるだけでしょ。そんなんじゃねえよ。アルト顔真っ赤だよ。ま、とんでもねえことしそうだから用心しておく方が良さそうだな。少年団のみんながそんな話をしていたことが当たってしまい、数日後、ドギマギドキューン、ドキューン、はいはい、すごい愛の手。やっぱり私はみんなを魅了してしまうアイドル、罪だわ。なんだあれ。あ、アルト、おはよう。エリが来てあげたよ。嬉しいでしょ。帰りもカズナもナルタも嫉妬しないで。大丈夫、みんなのエリだよ。離れていかないから。本格的にやべえな。早いうちに離れようぜ。何よ、もうテレアなんだから。まあいいわ、私は今度大きなイベントに出るために忙しいし。何ですと？それはいつ、どこのイベントでござるか？ん？まあ、そこそこ大きなイベントよ。お弁当？配られたりするの？どこで？調べるでござる！いや、別に調べなくても。まさか、これに出るというのか？気を確かに持ちでござる。まだ間に合うでござるよ。何ですと？すぐにチケットを手配だ！いや、ちょっと。チケット？チケットが必要なの？私にも教えて。カナデはずっと弁当のことだと勘違いしてんぞ。カナデ、お前はエリリンの邪魔なのだ。そんなにエリリンのようになりたければエリリンのイベントを見て勉強させてもらうのだ。勉強？でもそうだよね、お弁当が配られるんだもの。ただってわけには。え、こいつら来るの？でももう引けない。まあどうしてもって言うなら来てもいいわよ。はい。なんでエリちゃんがこんなに偉そうなのかわからないけど、これでお弁当ゲットかな。じゃ俺らも行くか、面白そうだしな。ん、アルト君もお弁当欲しいの？こいつまた私の男を。誰か奏とエリの勘違いを止めてやってくれ。プニ、何を勘違いしてんのかわかんないけど、お弁当は配られないし、あんたなんかが来ても意味ないわよ。お弁当が配られるんじゃないの？イベントって言ってるじゃない。バッコじゃないの。貧乏人はこれだから。だいたい私の男たちに近寄んなって言ってるじゃん。お前なんかドギマギ法でも食らうがいい。いくらなんでも言い過ぎだよ。怒るとシワが増えて老けるんだってお母さんが言ってた。なんですって？エリリンに向かって何たる無礼。さてはお前、バトラー伯爵の手先だな。誰？おい、もう相手すんな。ふふん、あんたなんか誰もお呼びじゃないの。自分の立場を理解しなさい。だから今度のイベントも来たって意味ないんだから。やっぱりこいつ。奏で、
いいから一緒に行こうぜ。え？俺と一緒にいればいいだろ。行くよな。てか来い。その日はバイトがちょうど休みだからいいけど。いいね、みんなで行こうか。そうだな。いい？くっ、ひねってる。イベントでたっぷり恥かかせてやるんだから。私の少年団ももっと私に魅了されるに違いないわ。奏の打ち込み様が楽しみね。それから数日してイベント当日を迎えた。エリリンはどこでござるか。見つからないですぞ。きっと裏でスタンバイしてるんだ。そういえばエリちゃんどこにいるんだろう。サーナ、サーナって、あ、いた。あれバックダンサーだな。え、知ってたの。こんなことじゃねえかと思ってただけだ。ちょっと、あ、エリちゃん、お疲れ様。バックダンサーだったんだね。ねえ、これは今日はたまたまよ。後輩を盛り上げてあげるのも先輩アイドルとしての務めなの。そうなんだ。かなで、その辺にしといてやれ。ん？何よ、あんたみたいな最低不細工はこの地位すら勝ち取れないんだからね。負け組は黙って私の言うこと聞いてればいいのよ。なんでそんなひどいことばかり。あれ、君は来てくれたの？この前の新聞屋さん？何言ってるのかわかんないけど、来てくれて嬉しいよ。は？プロデューサー？ぜひステージに立ってよ。君はいるだけでいいからさ。は？私がですか？もう、なんなのよ！ちょっと、この女はブサイクで女たらしの負け組なのよ。そんなやつをこの神聖なステージに立たせないで。私はアイドルになれるような器じゃないって分かってるよ。でもいくらなんでもひどい。分かったならさっさと出て行きな。お前が言うな。こいつ黙ってれば調子に乗りやがって。何を言ってるんだ。ていうか君誰だっけ。ええ、いいか、君は金の卵だ。可愛いし人気も間違いなく出る。そしたらいくらでも稼げるようになるよ。ちょっとプロデューサー、今のどういう意味。ぜひステージに立ってみてくれ。みんな君の良さにすぐ気づくはずさ。え、いや私は。ほら行ってこいよ。アルト君まで。なんで私はまだ立ったことのないステージにあんなブサイクが立つのよ。君には君の仕事があるだろう。ほら早く行くんだ。報酬払わないぞ。なんで私がこいつのバックダンサーを。あ、たまきた。ちょっと、ん、恥かく前にやめなさい。私にどうやっても勝てないあんたが立てるようなステージじゃないの。エリちゃんがなんで私をそんなに嫌うのか知らないけど、私やってみる。はあ、その調子で行ってこい。うん、ありがとう。ちょっと待ちなさいよ。お前どうやっても奏を蹴落としたいみたいだけど無理だぞ。私の男なのに他の女をかばうの。いつから俺がお前の男なんだよ。本性が出ないようにせいぜい頑張るんだな。どういう意味よ。はい、本番始まります。待ってよアルトキュン。おいバックダンサー、早くスタンバイしろ。また君か。自分勝手な行動が目立ちすぎるぞ。これ以上うちに迷惑をかけるなら契約切るからな。すみません。落ち着け私。大丈夫、笑顔で頑張ればいいんだ。絶対恥かかせてやる。このままで済まさないんだから。私たちの真似してくれたら大丈夫だからね。ちゃんとフォローするよ。ありがとうございます。メンバーとも仲良くなってる。あいつら私には嫌味しか言ってこないくせに。こんな感じかな。他のメンバーさんがフォローしてくれるから踊りやすい。あれ誰、可愛いんだけど。踊りもぎこちないのがまたいい。笑顔も可愛くていいね。なんなのよこの大歓声は。特務で私を怒らせたら気が済むわけ。あんな不細工な笑顔で悔しい。もう我慢できない。ちょっとあんた身の程知りなさいよ。あんたも私の取り巻きオタクの雑魚のように私のことを崇めてればいいのよ。調子に乗んなよ醜いアヒルの子が。え、 な, な,
と言ったでござるか。エリリンが僕たちをそんな風に思ってたなんて。どうしたの？は？ほらほら、ステージ止めて何やってんの？邪魔なんだけど、引っ込めよ。しまった。誤解しないでみんな。そうだ、今日誤解させちゃったお詫びに、みんなと1日ずつデートしてあげる。みんなのエリリンを独り占めできる日をあげる。嬉しいでしょ。エリちゃん、その前にちゃんと謝りなよ。みんなエリちゃんを応援してくれてたんでしょ。自分を大切にしてくれるファンを大事にできないなんて、それこそアイドル失格なんじゃないの。うるさい、あんたにアイドルを語る資格なんかない。カナリン、僕たちあんなにひどいこと言ったのに守ってくれてるでござる。カナリン最高、カナリンラブチュッチュビーム。お前と付き合うやつなんかいねえよ。身の程を知れってトーク大ブーメランなんだけど。カナデちゃん、そんなの放っておいて一旦退場しよう。あ、はい。自分で撒いた種なんだから自分で枯らせなよね、アイドルさん。そんなあれ、アルト君よ。この間のスカウトマンがこのイベントの主催だって分かったからカナデを呼んだんだ。アルト君、やっぱり知ってたんだね。あいつがこのイベントに来られると困るんだろうなとは感づいてたしな。バケ、派遣バイトが何やってんだ。ステージが台無しじゃないか。派遣バイト？違うのよ、みんなへの愛が溢れちゃって語彙力がパンクしちゃっただけ。まず日本語勉強してから喋れ。あいつ自分のことアイドルっつってるくせに派遣バイトだってよ。マジかよ、クソ。やはりアイドルではなかったでござるな。バトラー伯爵もあいつだけは部下にしてくれないのだよ。なんで派遣バイトってバレてるの。嘘つき、シャワル女、痛すぎるだろ。救いようないな。どの口がアイドルって言ったんだ。もうアイドルなんて言うな、恥ずかしい。こんなはずちゃん、私は世界のアイドルね。それからエリちゃんはおとなしくなってアイドルを自慢することもなくなったんだけど、前より今の方がずっと可愛いと思う。絶対こっちの方がいいな。あの性格がもったいなかったね。普通にしてたら可愛いのに。なんて周りにも言われてる。あ、カナデミン、け、お前結局アイドルになるのかよ。アルト君、ならないよ。やっぱり私には向いてないと思うし。だよな。じゃあいつも通り毎日会え。いや、なんでもない。毎日会えるなって言おうとしてた。あぶねえ、俺は何を言ってんだ。自分に自信を持つことも大事だけど、自信過剰は良くないよね。大切な人を大切にするにはある程度の謙虚さも持っていたいな。あの二人、いつになったら素直になるのかな。カナデです。アルトです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。意外と踊れてたよな、カナデ。家で時々練習してたの。やっぱりアイドル目指してんのか。ただ踊るのが楽しいなって思って。なんだそっか。よかったらみんな動画の感想コメント欄で教えてくれよ。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。また次の動画で会おうぜ。